はい、ただいまですね、7月7日の11時半です。今ちょうどイベントの一人の方とお話をしてて、僕は結構恋愛の件で、まあ、割とくすぶってて、くすぶってた上でいろいろこう行動してきました。彼女に振られて、まあ、絶望を味わったりとかね、まあ、彼女に振られただけで絶望ってなんやねんっていう風に思われると思うんですけども、でも僕の場合彼女に振られるってことは割とこう人生においてかなり絶望っていう意味を持ってまして、でそこでやっぱこうね、落ち込んでるだけじゃダメだなと思って、そこでいろんな挑戦っていう風に、まあ、ジムを開業したりとか、借金したからこれからどうしようかっていう風に考えることとか、あとは、まあ、実は僕もノートを変えたりとかブログ変えたりとかいろんなことをしてゴールビーに入るっていうことを、まあ、経験したわけなんですけども、そういうことをいろいろ発信したりとかしてて、でツイッターとかでもいろいろ発信させていただいたりとかもしてたんですけど、まあ、そういう行動力とかって割と、まあ、普通の人よりはあるかなっていう風に思ってて、でしかも僕はスタバの店員さんがすごい好きでですね、まあ、LINE のコードを渡すときにちょっと気をてらって、LINE の QR コードをね、こう渡して、でそういうなんか変なストーリーとかもね、こうツイッターで発信してたりしたんですけれども、そこであっちのスタバの店員さんから、連絡が来て、でめっちゃテンションが上がって、でそういうことを発信してたら行動力にめちゃくちゃ勇気をいただけました、感動しましたっていう風なツイッターの DM がすごい来てですね、まあ今回に関してはすごい変な渡し方をしてしまったんですけれども、こういう行動っていうことをしているとやっぱり見てくれてる人は見てくれてるんだなっていう風に思ってて、僕はこういう人になりたい、理想の人だっていう風に、うん、イベントの方に言っていただいて、なんか感慨深かったですね。僕自身がやってきたことってなんかこう間違いじゃなかったんだなっていう風に思えたので、すごい貴重な体験だったなっていう風に思いましたね。やっぱ挑戦っていいですね、うん、しないとダメだなっていう風に思いますし、自分の成長につながるような挑戦ってまあ難しいです。めちゃくちゃ考えても難しいんですけど、悩むことって絶対これから生きてくると思うんですよね。それがもし彼女に振られたとか、まあ、小さいことであっても僕からしたら大きいことですし、他の人からしても大きいことかもしれないと思うんで、それをあえていろんな人に知ってもらう、自分の弱みを知ってもらうっていうことって大変なことやと思うんですよ。めっちゃ恥ずかしいし、彼女に振られたなんて普通は言えないと思うんですけど、そこでいろいろ悩んだ上に自分のこの経験が他の人にとってプラスになるんだったら、いくら笑われたとしても、いくら自分が認められなかったとしても、でもその経験をプラスに捉えてくれる人とか、むしろ憧れだっていう言ってくれる人って絶対に出てくると思います、今回の僕みたいに。なのでもし彼女に振られたとか小さいことを気にしてる人でも、その経験を発信してみたりとかしてみるとちょっと変わると思います。もちろん最初は絶対批判コメント、アンチコメント来ると思いますけど、そんなもん気にしなくていいです。絶対その人はあなたのことを考えてるわけじゃないんで、ただ僕自身の経験からするとやっぱりそういうことを発信しておくのって、うん、絶対重要だなと思いますし、挑戦をしていく、もっとこう自分の好きなことに果敢に挑んでいくっていうのって絶対に重要なスキルだと思いますし、経験を積むっていう意味ではすごい大切なことだと思うので、もしここでチャレンジ足踏みしてる人がいたら、もうまず僕を見てください。弱いなりに頑張ってると思いますし、ゴールビーのみんなって強いです。めちゃくちゃみんな強くて憧れさえも抱きますよね。けどそういう時に悲観的になるんじゃなくて、まあ、俺やったらどうするかなとか、俺やったら自分の経験が他の人にどういう風に影響を与えるんだろうとか思って発信してみたら、他の優秀な人よりももっとすごい、もっと変わった体験が生まれると思うんで、そこで行動する、動く、そしてその動いた過程を発信するっていうのはやるべきかなっていうふうに僕は思いました。はい、今12時45分です。そろそろ寝ます。眠たいです。さあ銭湯に入って帰りたいと思います。ではまた明日お会いしましょう。